はい、皆さんこんにちは、たかゆきです。先日ですね、私がアップさせていただいた動画、私が旭川の長山中央公園に訪問していた時に、待ち構えていた人物がいて、拉致されそうになったというね、動画についてですね、詳細がね、分かってまいりましたので、ご報告させていただきたいと思います。その待ち構えていた犯人っていうのは、私のデマでも、被害妄想でも何でもなく、本当に、待っていたということをツイッターのスペース上でですね、暴露していた人がいたみたいです。それはそのツイッターのスペースを聞いていた人が何人もいるんで、証人はね、たくさんいるので間違いのない事実でありました。で、その人が言うのには、どうやらですね、私が夕方に訪問したんですけども、その人はその夕方頃も帰ったということで、ちょうどすれ違いでね、私に、会うことができなかったようです。その、人はですね、まあ私のファンでは全然ないんですけど、アンチの仲間みたいなんですよ。で、なんで私が長山中央公園に行ったのかが分かったかというと、私がね、札幌の署名活動にですね、お邪魔させていただいた際に、そのアンチたちとつながっている、まあ、スパイみたいな人がその署名活動に参加してたみたいで、その人がどうやら私のアンチに、高行が北海道に来てると。で、私がその札幌の署名活動中に、明日は旭川行くんですよって何人かに言ったんで、その中の一人が、私のアンチとつながっていたんだと思うんですけど、で、そのアンチがまた仲間にね、高行が来るんだぜっていうのを伝えたら、そのアンチの仲間が私を捕まえにね、まあ、4時間って言ったら大げさだったみたいなんですけど、3時間ぐらいは、現場でね、私を捕まえようと待機してたようです。で、そのもののね、目的が、現地でね、私を拉致しようとしたんではないと思うんですけども、まあ拉致しようとしたのか、捕まえて何かを言わせようとしたのか、動画を削除をさせようとしたのか、また暴力暴言をね、吐こうとしたのか、その辺ははっきりしないですけども、まあそのね、3時間も待つっていうのは尋常ではないですよね。まあよほどお時間があったんだとは思うんですけども、まあそもそもね、私がその前回の動画を出したきっかけは、視聴者さんが私の方に連絡をくれて、長山中央公園でね、4時間ぐらい待ってる人物がいたらしいよ、拉致されそうになってたんじゃないんですか、で、その人はなんかやばい人たちと関係があるらしいですよっていうね、情報をいただいたので、まあ間違いない情報とね、私はその人を信用して、確信があってですね、あの動画を発表させていただいたら、実際にその別の人からも聞いたんですけど、ツイッター上のスペースでそういう発言がね、実際にあった。で、ツイッターのスペースっていうのは記録に残らないので、その当時ね、録音してた人がいたらね、ぜひあの私の方に情報を提供いただきたいと思うんですけども、そういう人物がいたことは確かみたいです、ツイッター上にね。ですので、まあ私の視聴者さんもね、あのそのような情報、正しい情報をね、ご提供いただいたので、本当にね、ありがとうございました。まあ、ただそのやばい人たちとつながっているかどうかっていうのは、そこまでは確証が得られてないですね。で、まあアンチの人たちにね、あの言いたいんですけど、あの私とかその旭川関係で動いてる人たちをね、あの現地でね、あの捕まえようぜっていう動きがあるらしいんですけど、まあ悪いことしようとはしてないと思うんですけど、我々 YouTuber をね、捕まえて何か言わせようぜとか、動画削除させようぜっていうような動きは、
その旭川とか北海道のイメージダウンにつながりますから、そういうことはね、まあ、できるだけやめた方がいいんじゃないかなとね、私は思いました。まあ、基本的にはね、私の考えとしては、まあ、アンチを全員否定しているわけではなくて、アンチも視聴者の一人ですので、アンチの皆さんってね、あの私の動画をもうつまらない動画まで最初から最後まで全部見る視聴者さんなんで、ある意味めっちゃコアなマニアなファンということにもなりますので、アンチ全員否定じゃないんですけど、またね、今後もアンチの方、もともとのファンの方ともにですね、私のチャンネルの方ですね、ご視聴いただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。この度はですね、拉致されそうになったということで、ご心配いただいた、皆様本当にありがとうございました。ちょっとね、私も一人で動くことが多かったんで、これからはね、できる限りまあ複数人で、動いたりとかですね、気をつけながら活動していきたいと思っております。それではね、本日は前回の拉致されそうになった件について、その犯人側のね、動きが分かったという動画をね、アップさせていただきました。ではね、また次回何かの動画でお会いしましょう。じゃあね。そうか、ごめんね。隣になった事件ってご存知ですか？